はい、お、小吉が出た？や、こんばんは。3名目ほどかと、そう、3つ目ほど行きました。ツインテールになりましたね。福は内、そっか。だって、あと2日だもんね、恵方巻きじゃなくて、節分。はじめましてじゃないよ。こんばんは。ゆずりん、今日も可愛かったよ。ありがとう。ありがとうね。またリップする。あ、こんばん。こんばんは。こんにちは。いいちゃん、さすが何食べるん？消えてない。恵方巻き食べるかな。でも分からん。だってあれだもんね、ボートレースのイベントだから、なんだろうね、お弁当とかかな。恵方巻きさすがに出へんやろ。ソロも頑張りました、ありがとうございます。どうしてもさ、ライブマスターの最初だけさ、マジ声出えへん。愛を君に愛を僕に踊って、もう喉カピカピでさ、乾燥で。どうしてもね、声が出えへん。頑張ってさ、この後ろ向いてこうやってやってる時にさ ってさ、やってるけどどうしても出えへん。ボートレース場行くからね、ありがとうございます。そう、今日はチカちゃんポジでした。お、今日の公演見て気になったので来てみた。ありがとうございます。今日黒色の服着てるから、顔の近くに持っていくと白飛びしちゃう、顔が。そう、今日ジポジのメンバー少ない公演でしたね。これからそういう日多くなりそう。あ、めっちゃ落ちてきてる豆が。やあやあ、泉ちゃん、今日どこかで会わなかった？あれ？ SK48 劇場の上手にいたような。あれあれ？上手にいたような気がするな。あれあれ？立ち見からでもいずれにキラキラして眩しかった。お、嬉しいな。そう、自己紹介3列目でした、今日。そうです、12人なんです。最近強いね。そう、今日もね、あれだった。今日の髪型はメイクさんにお任せした。ほんとに最近ずっとなんかね、ずっとね、そうそうなの、やりたい髪型がなくて、だから「お任せで」って言って入る。「お任せで」とか「おすすめで」って言って入る やってもらう。そしたら今日三つ編みでした。まつげいい感じ。パチ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 。あ、だるまだ。ありがとう、だるま。だるまー。わー、すっごい豆。豆。鬼は外されてる。遊びに来たよ、ありがとう。いーちゃん、みよちゃんの顔の割れ方できひん。全然できひん。なんかね、なんかめっちゃ綺麗なんよね、みよ。3月17、握手取った？謝りに来ますね。お、楽しみに待っていますね。楽しみに待っています。ちょっと見てほしいものがあるね。見て、今日ね、多分新発売でね、見て、泉が大好きなモロッシュのね、コーラ味が出てた。で、コーラ味が出てて、最高。めっちゃ美味しい。最高。やっぱマロッシュが一番美味しい、グミ。本当に大好き、マロッシュ。本当に大好き、マロッシュ。本当に大好き。めっちゃ美味しい。本当に美味しい。めっちゃ大好き。ほん、ん？本当に大好き。めっちゃ美味しい。本当に大好き。イェーイ。
目が飛び出す。そう、泉さ、目さかっぴらくとさ、よくさ目落ちそうって言われる。楽しかった。セブンで売っててさ、買った。美味しい、美味しかった、美味しかったです。ちなみにまだ落ちたことはないの。落ちそうになったことはあるけど、落ちたことはないですね。目ん玉、目ん玉落ちたことないです、まだ。でもそんなにね、目ね、縦幅大きくない。横に大きいだけで、縦はそんなね大きくないんですよ、私。そう、横に大きいんですよ目。縦はそんな普通です。頼めば握手会落としてくれるかしら。いや、新しい目を用意してもらわないと困るよ。あた、泉ちゃん、新しい目よ。ドゥンドゥン、なんだっけ、音楽が分からない。ちょっと投げてくれないと。じゃーん、ちょちょちょって投げてくれないといけない。わたこさんなら引き受けます。ぜひお願いします。あのコントロール、コントロール求められるから。わたこさんは、わたこさんはそんな簡単じゃないですよ。コントロール良くないとできないですから、わたこさんは。はい、皆さん、わたこさん舐めてもらったら困りますよ。あの人のコントロール力素晴らしいですから。ちょっとブルペン行ってくるわ。押した目は買い取ります。タコをつくて高くつきますが。そうだね、バイキンマンがどんだけ頑張ってもね取れないのに、バトコさんは新しい顔入れ替えれるから。衛星メール来たよ。お、来ましたか、よかった。たくさんありがとう。いやー、公演前、開演前いつしか送れんかったから、そう、気づいたらさ、連続で送らないといけないことになってました。これ連続で送っちゃった。今日は先に寝ます、おやすみなさい。ちなみに3150回もいけないですからね。じゃあ最高回ならいけるんじゃないですか。そうそう。今日のトースポウェブに高須先生との対談出たよ。本当？まだ全然さ、家帰ってきて全然時間経ってないの。今日あれ生誕祭だったしさ、終わるのがいつもより遅くて全然ね更新できてないし確認もできてない。うん、皆さんじゃあ見てくださいね、トースポウェブに高須先生との対談出たらしいので、寝る前に見てください。寝る前か明日の通勤中とか。割と気になってたジムの人が2月14日に有給なので、証拠です、預けてください。あー、それは怪しいですね。それちょっとね、どないします、それは。それはね。いやー、でもそうですね、はい、でも泉がいるじゃん、ほら1ヶ月後、1ヶ月ちょっと後には生で会えるんですよ。私がいるじゃない、あなたには私がいるじゃない、みんなには私がいるじゃない、それ以外何を望むというの。今日もかわいい、やっほー、ありがとう。そう、別にね、女の子のねファンのみんなに聞きたいことがあってね、
TikTok 何撮ればいい何がさ流行ってるのかとかさ全然わからんくて見てるんだけどね TikTok なんかどういうの撮ればいいかわからんからさあのリクエスト TikTok これ撮ってほしいとかいうのあったらぜひ送ってくださいどうしたどうした泉ちゃん最近テンション高いじゃあ泉さっき蒙古タンメン勝ち込んだんですよだからですすごいもう疲れが吹っ飛びましたで蒙古タンメンってすごいと思うほんと食べるだけでもうね吹き飛ぶんです疲れがなんかもう生きててよかったってなる蒙古タンメンって本当にはいなんかもう、はあ、これを食べるために生きていたんだおいしいってなるはい、いやもう蒙古タンメンって本当にすごい本当にねもうねもう目がシャキンってなるシャキシャキになるもう本当に美味しいもう本当に美味しい本当に美味しい蒙古タンメンって本当に美味しいですいやもう本当に本当に美味しいです本当に大好きですなんか泉を元気にしたいんだったら蒙古タンメンを食べさせれば一発で元気になりますはいラップ絶対ラップになってないお酒は飲んでないですじゃあ次の生誕ディスプレイ蒙古タンメンやなそれはさすがに勘弁してくれ蒙古タンメンは大好きや大好きやけどもうちょっと可愛いディスプレイもうちょっと可愛いディスプレイでさせてくれやお願いやお願いやもうちょっと可愛いディスプレイでさせてくれや蒙古タンメンは大好きです蒙古タンメンは最高です本当に辛いの食べてお腹壊さないですお腹強いんで。いやー、ヤドンだったらもう最高すぎる。もう最高の最高の最アンドコーですよ、本当に。もう最高すぎて、なんかもう宇宙にまで食べそうになっちゃうと思う。いや、もうこう、かわいいディスプレイがいいですよ。泉はいつでもお姫様になりたい秘宝サイン会の決済なぜかできなかったほんまにごめんなさいうわーうわー絶対誰かいると思ったんだくっそー全完売ならずだそんな感じじゃなくて蒙古タンメンの丼とかどうよいやー鼻かんでお願いしますわチュン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 あ、わかったじゃあそのサイン会の分そのサイン会の分以上にじゃあ握手会とかトーク会とかツーショット会来てくれないと怒るうん、蒙古タンメンは美味しいです。あ、ありがとうございます。キラキラ。ミラーボール。ありがとう。2日のサイン会何書かれるのかすごい怖いいや
どうする、どうする、裏面に呪いって書いてたら呪いって書かれてたらどうする、あのインク垂れさせて呪いって書かれてたらどうする。今回もわけやっていかないの、もう寂しい、寂しいよ、私は寂しいですわよ。会いに来れたら、会いに来れる時にぜひ来てください。ホラーサイン、真っ赤な、真っ赤なインクでホラーサイン。本当に返せたら爆笑します。あらどうしようかな、絶対止められるわ書くときに周りの人に。裏面にびっしりヤドンって書かれてたら引くかも。それは何ですか、振りですか、それは振りと捉えてよろしいのですか。去年の私か以来会っていません。ああ。それは悲しい。会いに来てね、いつまた会える時に会いに来てください。また会えるようになったら、サインたくさん買いましたね、遊んでいいっしょ。じゃああれにしようかな、サイン一画い、ん、サイン一画ずつ、一画ずつ書いていこうかな、一枚に対してピッピッピッってだんだん増えていく、あのパラパラ漫画にしたら完成していくんじゃない。パラパラ漫画にしたらさ完成するんじゃない。サイン楽しみ、わーい。今回あの髪の毛暗い時に撮ったから髪の毛暗かった。いいな、楽しそう、絶対に行くから、うん、絶対に来て、約束よわかりの件を目に買って恋愛相談をしに行きます。いいね、楽しそう、そういう話したい、だからみんなのそういう話聞きたいぜ。そう、たまにそういう話するんだけど、そういう話聞かせて、みんな、みんなからそういう話聞かせて。楽しい、泉の部屋が開かれるわ。ルールルッと。楽しそう。女の子ってそういう話大好きだからさ。途中で泣き出すかもしれない。いいよ。多分ティッシュもらえるんじゃない？私からは差し出さない。横からスタッフさんからティッシュがもらえるかもしれない。孫の命名頼んでみる、それはね重すぎる。それは責任が重すぎる。それは責任重すぎるわ、それは責任重すぎるわ。私欲しいなるわ、どうする、めちゃめちゃがたいのいい、がたいのいいおじさんだったらどうする。僕の iPad の命名お願いします。いいよ。
よ。そういうのはねさらっとできるわ。孫の命名そんなことね言われたの初めてだわ。すごい、そんなこともあるのか、ここで生きてると。そんなこともあるのか。なんかああいうのだともうちょっと楽かもしれない、あのあれかもしれない、うん、僕の愛車にメモのいいよ、そういうのはできる。候補を持ってき、その孫の命名とかはその候補を何個か持ってきてどれがいいと思うっていう投票式だったらまだねあの気持ちは楽なんですけど、それに最初からとなるとちょっと荷が重いですね。私に責任重大になってしまう。あら、いや本当に気になってて家も近くて3時ぐらいまで飲んでたりしたのに。あらあら、え2月中、えでもそんな、楽しいね。名字を泉にしたい。あ、いるよね、泉さんっていう。あ、孫の名も伊豆を面白い、面白くはない。伊豆をか、伊豆をか、見て、もうみんなが遊び始めちゃったよ。難しい方の「お」を使ったり難しい「よ」を使ったり、もうみんなが遊び始めちゃって。素敵な名前だよ、伊豆尾っていう。全国の伊豆尾さんに謝ってみんな全国の伊豆尾さんに謝って、本当にダメだよそんなこと言ったら。本当にすごい素敵な名前なのに。人間なもの、伊豆を。くるくる、もうイズポはよくわからん、もう。もうイズポとユズポになってるよ、もう。分からん分からん、もうどっから来た、もうイズポとユズポだ、うん、イズミとユズポだ。イちゃんまた TikTok 撮ってくれるの、撮りますよ。なので何を撮ったらいいのかが分からないので、そう、ぜひ女の子のファンの皆様教えてください。もうダメだ、もうみんな遊び始めたよ、ほら、もうほらみんな遊び始めたよ。ダメだわ、もう悪い流れ来てる、これ悪い流れ来てるわ。ダメだ、みんなもうねニヤニヤ顔で書いて、もうダメな流れ来てるの分かってるもん、これもうダメだわ、悪い流れ来てるこれ本当に。じゃあ8区の推し2人やん。いやそれは分かっとるが、分かっとるけれども、分かっとるけれども、みんなすぐねそんなことするから、本当に本当にカワウソと書いて泉にしよう。もうほらもうすぐ遊び始める、もう本当に。昔の音源とか、ね、最近とかがいい、最近のがいいな。でも最近もう分かんないですね本当に。正面で見てものやつしか全然、うん、分からんかったからそれ撮ったけど、最近はマッシュルやろ。マッシュルってなんか聞いたことあるけど見たことない。なんか最近流行ってるんだよね。パ
晩飯抜きなんだな、人間ドックだもの。なんかもう三つおみたいに、三つおさんみたいに名言あ書くやん。あ、猫ミームね、流行ってるよね。ああいう編集とかやったことない、難しそう。 TikTok で探せばすぐ出てくるよ。そうなんやけど、そうなんやけどな、やっぱり聞きたいやん、何が見たいかっていうの。やっぱり人の、そうだね、あのみんなの意見を取り入れるのも大事だと思うんだ。キロン、みんなの意見。最近痩せた？最近痩せたかな。うーん、だから全然食べてる。だってさっきもこたま食べたんだよ、こんな時間に。そんなんばっかりやってるけど、もう分からん、手ばっかりかかるともう分からんのよ、本当に。私本当分かりません。なんかさ、よくさ、ヤフー知恵袋とかでさ、そういう手でてれたらたらてれてれみたいなの書いてさ、これ何の曲探してます、この曲何の曲でしょうかって言ってさ、なんかもう天才みたいな人がさ、この曲ではないでしょうかみたいなのやってるけどさ、泉にはそういう能力がないんです。私にはそういう能力がないんです、申し訳ないよ本当に。可愛いから綺麗になってきてる、ありがとう。うわいいな、今日はしゃぶしゃぶ食べました、最高やん。しゃぶしゃぶ食べた、泉も。も泉ちゃんの動画バズってほしいね。え、泉もなんかバズりたい。いいな、ミスジのステーキ美味しそう。もうすぐ45分。会社の社長におごってもらいました。うわ最高、最高やな、それは。天使泉ちゃんこんばんは、イムサラハズさんか末こんばんは。わかる、やっぱり人の、じゃあやっぱりご馳走してもらえるのって嬉しいよね、美味しいし、誰かと食べるご飯って美味しいし、ご馳走してもらえるのってとても嬉しいし、何の映画見たの？今って何の映画やってるんだろう。ゆずりは天使というより悪魔だよ。え？何言ってるの？見えないの？ここに天使の輪っかがあるの。いやそれが見えないならまだまだですよ。やっぱり見えるようになるまで会いに来ないと。本当に。ほらもう見える、見えるよねみんな。ほら天使の輪っかがあるんですよちゃんと私。ルーちゃんの食べる牛丼美味しそう。ルーちゃんの食べる牛丼美味しいよ。確かにメールね届かなかったね。こないだサイレントラブ見た。おお、そうなの？今何の映画やってるか全然知らない。え、見えてたら行かなくていいの？そんなわけないじゃないの。そんなわけないじゃないの。うん、輪っかがワイヤーでつながってるのまで見えます、見えてます。いや違いますよ、それは背骨です。イズリンは後輩とかとご飯行かないの？あんまり行ったことない。なんかあんまり行ったことないかも。行ってみたいんだよね、行ってみたいんですけどなかなか誘えなくてドキドキ。コミステボの決戦の感想話しに行こう。ぜひぜひ。そういうの話そう。
蛍光灯ですか LED ですか。いやー違いますね、私あの太陽光発電なんで、はい、エコなんですよ太陽光発電で、はい。後輩ちゃんとの写真撮らないですか。撮りますよ、今日も撮った、今日も撮ったけどまだ載せてないです、また載せます。今日はみよたんとお話できましたか。あのね、そんなね時間がなくてめちゃめちゃお話はしてないけど、写真撮った、写真撮って、初めてかな、初めてこれやった。あ、なんだこれだ、にしいみおってあの自己紹介の時初めてやったあれ。少し早くでじめちゃん、おやすみ、また明日、また明日おやすみなさい。ラッキーさんとお出かけできてないです。去年はあのクリスマス、あ去年じゃなくて2022年か、だって今日このさこの前のこの前のクリスマスは2023年だもんね。だから2022年はのクリスマスはあのクリスマスプレゼント交換したんですけど、みやちゃん本当にルルちゃん似てる、似てる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 。今日ね出てくれたね研究生の子たちともね、入ってーって言って言った。そう2月3日はねラッキーさんと一緒ですよ、嬉しいでしょ。チュルチュンチュチュン、そう琵琶湖、今日はみよちゃんはさっと帰りましたか。え、どうやら泉の方が先に帰ってきた気がするけど、先に出たと思う。あの生誕祭の主役の人たちはあのいっぱいやらないといけないことがあるので撮影とか、そうそう、公園お疲れちゃん、ありがとうございます。今度映画行くとしたらコナン君で行くつもりだけど、いつももちろん見に行くね。もちろんですよ、いや本当にあのねもう一年の楽しみなんです、私本当にもう大好きじゃん、多分知ってる人は知ってると思うけど、別に名探偵コナンめっちゃ好きで毎年ちゃんと映画見に行くし、本当にアニメも見てるし、本当に本当に本当に大好きなんですよ。だから楽しみです今年も。私も絶対アイカピョンと行きたい。配給行かないの、行くに決まってるよ。配給大好きだもん。そう。今年は何回見に行きますか。何回、2回は行きたい。毎年2回は絶対行ってるから。去年本当は3回ぐらい行きたかったんだけど行けなかったから、2回しか行けなかったから、まあ、2回は絶対行きます。そう今年のタイトル100万ドルの道しるべです。ハイキュー誰が好きなの。いずれ僕とさんが好きです。フクロウダニの僕とコウタロウです。僕とさんが好きです。やっと配信タイミングあった。お初見ありがとう。カマはコナンのどういうところが好きなの。面白い、素直に面白いし、コナン見てると雑学もつくし、
本当に面白いし、なんかね、面白いんですよ。本当に本当に面白い。もうこれからどうなっていくんだろうっていう、あのワクワクドキドキが止まらない。もう私本当にちゃんと券取りました。有言実行します。お、最高最高だよ。奇遇ですね。僕も僕と孝太郎さんが好きで、真似しないでください。真似しないでください。いい映画は何回見ても面白い。いいよ。そうなのよ。トリック、推理する。犯人の推理とか、すぐ、これを言っちゃうとあれだけど、分かっちゃうけど、楽しい。そう、なんかどう、なんか序盤に結構分かっちゃうんだけど、泉。この人犯人だろうな、みたいな。分かっちゃうんだけど、もうそれを、なんかどう、そこにつながっていくのかとか考えると楽しみ。めちゃ楽しい。配信見れないから、お豆を楽しみにしています。おお、お豆も送りますね。明日も送るから楽しみにしててください。ありがとう。宿の魅力を教えてください。宿の魅力はですね、いや、まずあのフォルム、もうあんな可愛いフォルムはない。あんな愛おしいフォルムはないんですよ。あのこの背中からこのお尻、このねラインがもう可愛くて、なんかプルンとして、トゥルンとプルンと、なんかプルンとしてるじゃん。もうなんかこのライン、あとこの尻尾のこの尻尾、ね、もう可愛いんですよね。本当に可愛い。もうなんかもうプルンとしてる。なんて言うんだろう。なんて言うの、プルンとしてるんです。本当に。フォルムが可愛い。本当に可愛いんです。あとね、顔もね、なんかね、本当に可愛いんです。なんだろうね、ね、気が抜けた感じ。最高、可愛い、無理、最高、可愛い。このヤドンしか勝たんと思います。本当にヤドンが一番可愛い。本当に可愛いです。本当に可愛いの。ヤドンってなんでこんな可愛いんだろうっていつも思っています。見るたびに思います。ヤドンがなんでこんな可愛いんだろうと。はい。本当に。かわいい。この口や、この口をさ、あーって開けてる。でさ、そこからさ、2本さ、こうさ、歯がピピって見えるじゃん。牙っていうか、歯っていうか。かわいい。とてもかわいい。ダメよ、かわいいよ。ほんとに。そう。よく、そう、ヤドンは、マヌケポケモンって言われてるんですけど、マヌケポケモンなんです。本当に可愛い。本当に可愛いんです。本当に可愛い。無理。可愛い。あ、うふふ。可愛い。うふふ。可愛いです。ぐふふふ。ああ、はははははは。泉ちゃんみたいだけど、私みたい。みんなめでて。私のこと。もっとめでて。もっとめでてください。私のこと本当に可愛いです。本当になんかありがとうって感じ。宿に出会わせてくれてありがとう。あのね、あと四足歩行っていうところも可愛いんですよ。あのヤドランとかヤドキングに進化しちゃうと二足歩行になっちゃうんですよ。それもとてもいいとは思うんですけど、私はヤドンが好きなので、やっぱ四足歩行が すごい可愛い。あのちょこちょこちょこ歩く感じね。そう、本当に可愛いの。はい、可愛いです。今54分だ。二足歩行は解釈違いないよ。ヤドンは色違いっていないの。いるよ。でもね、あんま変わらん。ピンクだよ。なんかちょっとなんかあんま変わらないピンクです。そう、宣伝しないといけない。あとヤドンとヤドンガラルの姿っているんですけど、私はノーマルのヤドンが好きです。ノーマルの普通のあのピンクのヤドンが好きです。一番、はい。ポケモンをした時はヤドンが好きなの。 いえ、二
2、3年前からです。そうじゃあマリンの誕生日も来ちゃうじゃん。あ、祝いしないと。グフフ。そやので深いです。そやのはちょっと違うんですよね。ヤドンコスプレはいつだっけ。まだね、確定ではない。やりたいなです。ぜひあのツイッターの、ツイッターじゃない、 X の ALD をぜひ見てください。 S メン最近誕生日はね、そうなんですよ。 S メンはね、これからねめっちゃ詰まってるんですよ。3月泉までがね多い。そう、だから宣伝させていただきたいと思います。皆さん、皆さん、32枚目シングル「愛のホログラム」の握手会、トーク会、ツーショット会の30受付が始まりましたよ。皆さん申し込んでくれましたか？申し込んでくれましたか？3時から3時受付から申し込める枚数無限ですよね、多分。皆さんの本気が見れるのかなと思うと、とてもワクワクしております。ぜひぜひ、まずは3月16、17、3月23、24枚あるんですけど、そこをね完売させたいです。3月分、これから家に帰ってやろうと思います。ぜひ完売目指してるので、本当に本当にそうです。しかも3月16、17は誕生日明けなので、誕生日の次の日とその次の日なので、たくさんお祝いしてください。ちゃんとお話できるかしら。できますよ、喋ろうよ。3月16行くことにしたよ。ありがとう。名古屋はもちろんなんですけど、幕張もねお持ちしてますよ。皆さん今回もね遅い部ではあるんですけど、本当に会いに来てほしい。寂しいんだよ本当に。遅い部に、特に幕張メッセってやっぱり皆さん仕方ないんですよ本当に。あのお仕事だから帰らないとっていう方たくさんいるじゃないですか。仕方ないんですけど、やっぱり寂しくて、うん、寂しくて、本当に寂しくて、なのでこの私の寂しさを埋めてください、みんなで。本当に、はい、そう。しかもさ、3月16日17日の握手会、じゃあ全部だ、全部のさ握手会ってさ、握手会6部と9部で、来やすい6部もあるので、そこもねおすすめですよ。9部もぜひ来てほしいです。もう全部来てほしいです。本当に寂しいので、寂しいんですよ本当に。みんなどんどんいなくなっちゃう、みんなどんどんいなくなっちゃう。ぜひ皆さんのことお待ちしてます。完売したいです。完売したいです。頑張りたい。本当に今月じゃない、今年頑張りたいので、皆さんが来てくれるのをお待ちしております。それじゃあ今日もありがとうございました。2月始まりましたが、2月もよろしくお願いします。それじゃあみんなのこと待ってるからね。バイバーイ、おやすみー。みんなのこと待ってるからね。バイバイ。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。